on air. Mother Music Records. フラーガイドの菊池海里です。さあ、週の頭は月曜日。先週はマミーティースペシャルということで、ヘルコママの話が出たんで、どんな仕事も常に全力投球ですという言葉が印象的だったんですけれども、マザーミュージックレコーズ、今夜も盛り上がります。まず10時台はライムスターがお送りするマンデーマイクチェック。今夜はスペシャルゲスト、あのジブラさんが生登場です。ということで、こんばんは。ジブラさんっていうかあのライムスターです。どうもはい、ね、ライムスターです。カイちゃんね、先週放送後飲みに行ってね。はい、ありがとうございました。あの後まだまだ続いてね、朝9時まで続きましたからね。カイちゃんでも飲んだ時に抜いたりするのやめた方がいいと思うよ。本当ですよ。女の子なんですからね。気をつけてね、うん。どの辺まで脱いでましたか、ちなみに。なんかいろいろ見えてたよ。あ、本当ですか、本当 D さん困ります、そういうふりはね。はい、すみません、嘘です。はい、気をつけたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして11時からは、ケツメイシのない Ranger。先週から本格的にスタートしたお手紙企画。今夜も皆さんから届いたお手紙をじゃんじゃん紹介していきます。さらに、ダイソーさんがスタートさせた新コーナーも放送オンエア中です。こちらも聞いてください。そして一部の地域を除いて10時55分からはマザーミュージックリポート。今夜、ケツメイシのニュースとモバイルサイトの最新情報です。こちらもチェックしてくださいね。Mother Music Records。今夜も2時間、全国38曲をフルネットして生放送です。シャー、オープン。Mother Music Records。ブルボン、ヨドバシカメラがお送りします。Mother Music Records. Monday Mic Check. Rhymester on air.マザーミュージックレコーズマンデーマイクチェック略称マンク2005年6月6日月曜日10時62回目、今日はね、むっつりつけべの日ということでね、むっつりでむっつりで、いきたいと思います。ということでむっつりした新ね1曲目の方お願いします。ジョー・レジェンドで Don't you worry about a thing。But some don't know how to handle it. Always reaching out in vain. Just taking the things that would happen. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Since I'll be standing on the side when you check it out. You say your style.Life's a track that you just go for the pain you stay. But just don't you feel too bad when you've been fooled by a smiling face. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it
ミュージックレコーズマンデーマイクチェック、はい、おばあちゃんのお話をしてる、はい、ありがとうございません、はい、マザーミュージックレコーズマンデーマイクチェック、略してマンク。このフラを担当するのが俺たち、いきなライムとイナタイフェイクビーツライムスタージョメンインザプレイストゥービー、はい、キングオブステージライムスターが東京半蔵門の東京 FM アースギャラリーから全国38曲をネットしてお届け中ということで、1曲目はあれでしたね、まあ、ジョン・レジェンドっていう人の、はい、カバーですね。これはスティービー・ワンダーのカバーですね。インコグニートのカバーではありませんよね。スティービー・ワンダーのカバーです。カバーです。ジンさんさっきね、なんか原曲に極めてしまって、原曲に忠実な、いいカバーだと思います。はい、ナイスカバー、ナイスカバー。そんな、素敵な音楽もお送りしている、なんでマイクチェック、略称マンク。私がライムスターのマイクロフォンナンバーワンこと歌丸、そしておあ、ごめんなさい、ちょっと考えてなかったの。はい、マイクロフォンナンバー2、菊池海里ちゃんにすっかり嫌われたマミディ、そして先日アメリカで行われたサブミッションレスリングの祭典、アブダビコンバットではブラジル人が強かった DJ 人です。ちょっと待って、そのさ、ブラジル人が強かった DJ 人ってもう本当わかんないからな。強かった、うん、そう、ということを思った DJ 人っていう、ね、アブダビコンバット、アブダビコンバット、寝技の寝技の祭典、寝技の、もあなたも大好きな寝技、そういう。さあ、そしてですね、スタジオ内のこう一点、マータン、先週ですね、番組終了後飲みに行きまして、はい、その二次会でですね、2軒目のお店でですね、はい、私ことライムスター歌丸の肩にですね、コテンと肩を乗っけてですね、寝ておりました。マータンです。前だったけどね、反省して。でもね、あれでね、僕で分かりました、マータンに生理的に切られてるわけじゃないってことが分かって、すごく僕は安心しました。気にしてるもんね。全然そんなことない。すいませんでした。大丈夫ですか、あの臭いハゲとか思ってるわけじゃなかったですね。思ってないです。思ってないです。ジンさんだけかと思いましたけどね。ジンさん狙いだけかと思ったらね。意外と多分僕が割と小金持ちだってことは分かってきたんですかね。狙ってるって。ない人みたいなんですか。お金が大好き。マータンです。はい、ということでね。こんな3人というか3人プラス1でお送りしてるわけですが、今日は、はい、先週も予告しました通り、豪華ゲスト。久々にヒップホップ界から、ドーンと呼んでおりますよ。ジブラが来ております。もう来てますね。もう来てますね。外でコアモテた趣旨になっておりますが、今回新曲がね、熱いメッセージを込めたというか、久々にちょっとハードな感じのラッピンの。そうですね。すごいっていうか、久々にっていうか、今までのジブさんで一番ハードな感じのラッピンの。テンション高いですね。ニューシングル先週リリースしたばかりなんですが、そして、最近では役者としても活躍中。私は毎週見ておりますが、ボードラマ。その話も後でいっぱい聞きたいと思いますが、はい。そんなことも含めて、ジブラへの質問とか、その他もろもろメールを募集しておりますということで、メッセージ読みの名人 D さんお願いします。はい、じゃあジブラへの悪口はここに送ってください。メールは mother@tfm.co.jp、 mother@tfm.co.jp、携帯番組サイトは共通でこちらです。アドレス www.tfm.co.jp/mother、 www.tfm.co.jp/mother。 mother のスペルは m-o-t-h-e-r です。はい、ということで、ではジブラが登場するその前にですね、はい、先週のテルコ話にちなみまして、あんたたちも超ドープよな。はい、それの元ネタを、元ネタを聞いてもらいましょうか。ということで、ライムスターでグレイゾーン。ありがちな人、
ありがちな刺激、ありがちなショック、ありがちな敵、ありがちな思想、こちとらもちっと知的な層、なんせやってほど見てきたぞ、あっけなく転んだ嘘嘘、たった一つのでけえ嘘、聞ききれねえばかりに右往左往、そうされど悲しきドラマ中道、またぞろ悪いやつやとヒーロー、下でひとまず5万円つらい、アホの大将がブス大演説、こいつはどっかで見た場面、おのの見事に過去から学ばねえ、浮かばれねえ無数の屍、だが原因は船はせい仕方に行けるとこまでどこまで逃走する、歌唱動物誰に逃走する、いずれにせよコールはもう一つ取る、 Welcome to the Gray Zone、 危険だその錆びついたシーソー、右も左も危なっかしいぞ、鳴らす段上のフェイド、 Welcome to the Gray Zone、 危険だその錆びついたシーソー、右も左も危なっかしいぞ、ピアノサイド貫くこれの灰色の脳細胞、言ってみりゃ唯一の商売道、使いこなしてバイトの後輩と逃げる、例えばやつのシンプルな答弁、聞こえはいいがチンプか不公平、目やけな貧弱な光景、そこでこちらも新タイプの暴言、マークシート鉛筆で全部塗りつぶしたみたいペンティットグレイ、さあこれで花丸一個グレイ、左も危なっかしいぞ、鳴らす段上のフェイド、 Welcome to the Gray Zone、 危険だその錆びついたシーソー、右も左も危なっかしいぞ、鳴らす段上のフェイド、マザーミュージックレコーズマンデーマイクチェック、通称マンク、東京半蔵門、東京 FM アースギャラリーから日本全国38曲を完全カバーして発信中、お知らせの後はゼブラ登場だ、マザーミュージックレコーズライムスター、さあキング vs キングオブステージ、手が調子いいワンサーデイカモン、いきなりライムとインナタイロックロールのスタートキングライスターオンエア、ブルボンガムでパワー全開、今年は花粉がすごいらしいね、知ってた、つらいね花粉症は、スッキリが一番、じゃあスーパー鼻のどガムしかないでしょう、鼻スーみたいな、そうそう喉スーみたいな、超スッキリブルボンスーパー鼻のどガム、3B ラボ待望のツアー決定、ツアー2005トワイライトラボリューション永遠の学園祭、夏休み最後の日8月31日ナンバーハッチにて、チケットは各プレイガイドにて発売中、お問い合わせは共同大阪まで、骨髄バンクチャリティー第3回空手ワールドカップ大阪、サタデースポーツバーも応援しているこの大会が6月18日土曜日、19日日曜日、大阪府立体育館で開催、チケットは各プレイガイドで発売中、お問い合わせは新極真会 03-3268-5671 まで、サンタナ、ハービーハンコック、ウェイン・ショーターら大物アーティストがこの夏大阪フェスティバルホールで7月31日8月1日の2日間熱く盛り上がる、両日ともに6時半の開催、チケットはただいま発売中、お問い合わせは 06-6762-6130 ミンオンまで。鈴木翔司です。6月13日月曜から2週間、ポップスオンマイマインドは電力大会、あなたの心に残る洋楽ヒットのリクエストお待ちしています。ビートブラザー35ではイーグルス、ミーシャ、エアロスミス、メアリー・ジェイ・ブライジの歴史的名盤を丸ごと一枚紹介、月曜から木曜夕方5時も FM 大阪。愛してるの。ミス恵比寿橋大募集。恵比寿橋筋商店街では、街に潤いと元気を与えてくれる看板娘、ミス恵比寿橋を募集しています。詳しくは、商店街のホームページ、www.ebisubashi.or.jp をご覧ください。Monday, mic check. R-H-Y-M-E-S-T-E-R. King of Sage, yeah. Mother Music Records.マザーミュージックレコーズマンデーマイクチェック、キングオブステージライムスターが東京 FM のアースギャラリーから日本全国38曲を完全カバーして発信中、これかっこいい
なんかね、ちょっと合わすだけでラップっぽく聞こえるでしょ。意外に、うん。それ俺もやりたかったなぁ。と、やりたい。すごいぬ、ずるーっと、今までのゲストの中で一番ずるーっとした登場。フェードインしてきてる。フェードインしてきてる。しょうがなくない？だってそれはまあ、俺だもん。ということで、しょうがない中ですね。紹介しましょう。ゲスト、ジブラさんでーす。ちえい。ちょっと待って。なんだよ、それ。ちえい。それは何すか、ジブさんの人に。G ユニ風の。ああ、チェイですか。まあ、どうでもいいですけど、うん。あれ、これ、T シャツ相当好きでしょ、それ。どうぞ。ここにも着てるけど、ほら。ああ、そうそうそう、僕ね。まあ、いいよ、その話は。いいじゃないって。ジブさんだけがですね、今、スタジオ内で一番いい気持ちになってるんですよ。あ、すいませんね。なんかね、僕らが毎週お酒を飲みながら放送してると思ってくれたらしく。なんかだって、パンイチでやってるっていうから。パンイチはやめたんですよ、今年いっぱい。うん、去年いっぱい。俺も今日、勝負パンツ履いてきたの、せっかく。じゃあ、なんなら後でパンイチになりますか。あのね、ホームページ上に、こう、写真をアップできるから。はい、ホームページぐらいだったらいいんじゃないかな。ジブさんのパンイチ。あ、なに、俺、うん、その前にだって、だって、D のフルチン、なんだっけ何がランニングマン。ランニングマン。フルチンランニングマン。懐かしいよ。懐かしいよ。どういう、あれだよ。だったよ。まあいいや。まあそんなもんだね。そんな感じだね。とりあえず、ジブさんはもちろんみんな知ってると思う。うん、まあ日本である意味一番有名なラッパーですよ。ジブさんと、でもジブさんとまあ俺らの付き合いっていうのはもう知ってる人は知ってるけど、まあ当然、古すぎる。くっそ、もう。くそ古いになりましたって感じ。古い付き合いなんですが、俺だって初めて録音させてもらったんだからね。あ、そうだね。初めて。その前キングオブケージ、あ、その後か。サガオブなんとかはもう、その後だもん。まあまあちょっとその辺の積もる話をさ、とりあえず、まずほら、この曲がさ、結構そういう昔ながらの、はい、それを踏まえたあれだから、そうですよ、とりあえず先週リリースのジャズシングルを。ね、俺、うん、俺他ではマジ、超これ内容が真面目だから、すげえ真面目にプロモーションしてんの。うん、真面目にプロモーションしましょうよ。そうです。口とんがらかしてるよ。ストリートドリーム。握りたくて夜な夜ながむしゃらにぶらさ確かに分けてあれは1990やたらとフォンキーだけれどもただのパンプイなんだこの変なジャパニーズみたいに見られてマジかったり関係ねえかますぜ16バーそれが見てみな今じゃ Big Things One テレビにラジオ新聞も世界が動く俺がインフムとまさに World is mine God is light この世界変えること Far East Side なんだって本気でやるかな、なさねばならぬだからなせばなる綺麗事立てて言うなマジでうるせえ俺のこの人生で証明するぜ俺がナンバーワンヒップホップチーム不可能を可能にした日本人これが俺のスタイル俺のファイス絶対誰も真似できねえ俺のライフ Yo つかめナンバーワンヒップホップチーム胸張れ誇り高き日本人声上げな声上げな声上げなみんな声上げな送るぜヒップホップ group 俺らガッチリ掴んだぜ日本中 Yeah 思い出せあの土砂降りの夜音皇居まで響かした爆音毎晩がしのぎの削り合い他にやりてことなんて別にない誰が持ってく今夜のスーパースター雷ライムスターブッダブランクラブの店員服屋のオーナー猫屋の連中やダンサーやボーダーわずかなメディアファッション雑誌として全て支えてきたヘッズタッシュ俺たちが死ぬ革命合奏やすやす刻がるわけねえやいい加減発火するぜ爆弾が Hey 始めようぜマスターバー俺がナンバーワンヒップホップチーム不可能を可能にした日本人これが俺のスタイル俺のファイス絶対誰も真似できねえ俺のライフ Yo つかめナンバーワンヒップホップチーム胸張れ誇り高き日本人声上げな声上げな声上げなみんな声上げな道半ば諦めたやつらハードすぎて走り投げたやつら都会に飲まれたやつら今じゃ連絡も途絶えたやつら今どうしてる気になるぜ夢持って生きてくんねえ生き勝手俺の方なら相変わらず誰も止めらんねえハイパーなやつ次の人生ってどんな風聞いてるかリアルな音楽幸せにしてんならばそれでいいなんかありゃ電話すりゃそれでいいいくら出せ奴が売れたってわけわかんねえまがいが増えたって心配すんじゃねえ俺がいるぜ諦めた奴らの分も走るぜ俺がナンバーワンヒップホップチーム不可能を可能にした日本人これが俺のスタイル俺のファイス絶対誰も真似できねえ俺のライフ
ということで、今日のゲストはジブラで、まあ、聞いてもらってるのはニューシングル、トルコリンです、はいはい。だいぶ今のこのスタジオのテンションと違う人がラップしてるような。いやー、ほんとね。いや、だけどね、俺ね、はい、じゃあちょっと真面目に話すよ。来た。真面目に話すよ。俺マジね、この曲書いてる時はね、もうね、涙が止まんなかった。あ、そう。あ、そう。うん。なんでかな。なんでか知らないよ。俺聞かれても困るけどさ。でもジブさんよく泣くよね。まあね、俺ちょっとすぐね、うるるってしたんだよね。俺ね、うん。4回ぐらい見てるような気がするな。あ、そうかもしれないね。俺もね、下手すぎて、だって MTV とかでもないですもんね。そうそうそう。感動屋でしょ。感動屋さん。いい、でもいい泣きだよね。感動泣き。うん。そうだな。別にその弱泣きとかじゃなくてさ。うん、感動、感動泣き。じゃあもうね、テレビとかやばいよ。もう涙腺とかすぐ。テレビで泣くの？うん。あ、そう。中丸は。あ、それダメだな。悔し泣きばっかりだよね。僕は、まあ悔し泣きとか、あとは、まあいいよ、そういうのさ。なんだよ、俺に振るなよ。ゲストの話だよ。そうだ、そうだ。うん。いや、真面目に作ってみたんだけど。なんか今回は、うん、まずパッと聞いて、はい、まあ今ちょっとその話もしてたんだけど、うん、ちょっとここ最近のジブさんのラッピングからするとさ、はいはいはい、結構ここ最近どころじゃなくて、うん、多分今までのジブさん史上最高潮にハイテンションなラップだよね、俺。いや、そうかもしんないね。下手すりゃなんかお前声上ずってるぞ、みたいな。なんかこう、俺、撮り直そうかなって悩んだもん、マジで。あ、そうなんだ。わかる。うん、それわかる、うん。やっぱ何テイクか撮ってみたんだ、じゃん。もうちょっと落とし目バージョンとか。うん、まあそれも撮ってみた。うん。うん、でもあえて、この、なんていう、ある意味一番若いっていうかさ、青いとも言えるようなさ、うん、感じにあえてしたっていう。うん、はい、あのね、なんだ、テンションだな。もうなんか。なんか俺的には、うん、もうなんか最近ね、もう US のヒップホップもいろいろ聞いて、もうひたすら、なんか結構さ、俺1年半ぐらいリリースしなかったんだ、最近。あ、実は。そうそうそう。で、その間、まあなんか前のアルバム出して、ちょっと休もうかなっても思ってたし、うん、なんかギドラやったり、ファーストクラスやったりのものずーっとやってたから、うん、ちょっと休もうかなと思って、初めて休んでみたんだけど、じゃあ次何出しましょうかなみたいな、うんうん、そういうの考えてる間に、うん、いろんなのも聞きながら、うん、向こうのとかも聞いてさ、うん、まあそれもいつも聞いてたけど、さらに聞いてみて、うん、んで、まあいろいろ状況とかもいろいろ伺ってみて、うん、はい、なんかこう、いいのかなってちょっとやっぱ思っちゃったっていうか、日本のいや、日本だけじゃなくて全体。あ、そう。向こうも含めて。向こうも含めて。その辺、どの辺どう思った？いいのかなっていうか、うん、今はいいことになってんだと思う。うん、っていうのはなんか、うん、今日もなんか、ヤーチンのさっき話してたんだけど、うん、カニエ・ウェストがさ、例えばコモンとかさ、うん、タリウ・クエリとかさ、うん、その辺は結構今グイグイやってるじゃん。コンシークエストが今回出てくるしさ、うん、そういう流れ、まあ、コンシャスな流れっていうのが、一回結構止まってたじゃん、最初に。そうだね。完全に止まってた。でしょ、うん、でしょ、うん、で、それがさ、今これカニエが、ロカフェラ、で、まあだからやっぱ JZ も偉いと思うんだけど、ある意味。うん。うん、そういうところで、ちゃんとそっち側に繋がっていけるようになってきて、うんうんうん、やっと良かったなって感じ。なるほど。結構日本のヒップホップもね、うん、そこでさ、そうなんだよ、ね、コンシャスなことを歌う人、うん、そしてまた次の世代で、うんうん、もう完全にサグな感じのラッパーとかので、うんうん、結構断絶というか世代間のそういうのができちゃったからね、うんうん、その辺がちょうどいいバランスの時もあったんだけどね、そうなんだよね、うんうん、だから戻るといいなと思うけど、そう、そう思ってこの曲を作りました、うん、こういう、ね、こういう内容の曲が必要だと思った、うん、そう思った。やっぱり何かっつったら、俺らがまあこんなところで昔話でもしょうがないけど、うん、そのヒップホップシーンね、わーってやこう盛り上げようとしてた時に、うん、わーもういろんな違いはあったけどさ、グループ同士は、うん、でも別にそれはそれで、うん、もう例えばじゃあ今日のライブ本当誰が一番盛り上がったかみたいなさ、うんうんうん、そういうレベルでやったわけじゃん、うんうん、やっぱそこになんかもう一回ちょっと立ち戻りたいな、うん、俺すげえ思った。まあちょっと要するに細分化しすぎたところもあるかもしれない、ね、うん、そうだね、うん、細分化したら細分化したでそれなりにこういろいろさ、いろんなやつが出てきてそれは面白いと思うんだけど、うん、その出てきてるいろんな、例えばいろんなクルーがある中で、うん、今例えばこいつがそのクルーで、うん、まあね、新譜リリースしてるみたいなやつがいたら、うん、全部のクルーでの新プリリースの奴らが一緒にやればいいと思わない、うんうん、ああ、そうだ ね。なんかそういうさ、別に一緒にやるというか、イベントがあってさ、うんうん、なんかもっとそういうバランスがやっぱり取れないとなって。なるほどね。うん。例えばだからそういう意味じゃ、俺向こうのとか聞いてて、うん、あいつ、ジェダキスのさ、うん、Y ってあったじゃん。うん。あれとかは結構、モブリープのプロデュースのやつでしょ。PV とかもさ、なんか久々にこう、ね。あれね、俺ジェダキスこんなこと歌うんだ、みたいな感じで、ちょっと意外だった。そうなんだよね。で、あれなんか、ライブもなんかやったらしくて、向こうでコモンたちと、D ブロックたちで、うん、なんか、ツアーみたいなのちょっとやったらしいんだよね。うん。なんか多分そういうとこもちょっとあんのかなと思って。だからそういうやつら、すごいストリートのやつらも、そういうとこにちょっと気づき始めてるっていうかさ、ね、そういうとこもちょっとあるし。なるほどね。うん。例えば、50とファットジョーのバトルとかさ、うん、どんな風に思ってました？
いやー、そんな、これ、バトルでそんな詳しく知らない。あ、ほんと、なんか、とりあえず、フィフティがさ、あ、ファットジョーだったり、ジェラキスだったり、いろんなやつディスってさ。あ、あれでしょ？もう、とにかく、フィフティがいろんなところに、次から次へとディスしまくって、そうそうそう。もうなんか、売名行為ぐらい。なんじゃないか、みたいなことを言われて、ファットジョーが返したんだけど、うん、それもなんかさ、すげえ、俺はもうすごい嬉しかったのは、別に俺フィフティ嫌いじゃなくて全然かっこいいと思うんだけど、うん、なんか、もしかしたら、その、例えば、その、ギャングスターっていうよりも、なんていうのかな、何発撃たれたとか、うん、そっちの方が主流になってる今の向こうのシーンの、うんうん、まあ、象徴でもあるかなって気はちょっとするわけよ。まあ、そうだね、ある意味、うん。そこに対してファットジョーが返したのが、うん、もう一番初めいきなり出てきて、うん、I love hip hop! I love hip hop game! とか言って、うんでも、最後にもう、俺はもうこれ一発だけしか出さないし、もうこれ以上はもう何もこういう曲は出さない、みたいなこと言って、うん、ちゃんと返してて、うんうん。なんかその辺、ファットジョーやっぱさ、オールドスクールっていうかさ、うん、俺ら世代一緒っていうかさ、うん、そのね。まあ、あとまさにブロンクスの人だからね。そうだね、やっぱり、うん。そういうのもあって、まあだから、やっぱ、DITC とかさ、そのぐらいの頃からのさ、うん、ガーって来てる、なんていうの、本当にヒップホップだなとか思っちゃったのよ、うんうん。ラップじゃなくて。うんうんうん、だから俺そこだなってすげえ最近思って。うん。うん、そっかそっか。なんかそういう、なんていうの、ヒップホップ回帰っておかしいね。ヒップホップやってたんだけどみんな、うんうん。なんかそんなことかな。そうだね。今さ、すごいさ、例えば、あの、ダース・レイラーとかがさ、うん、中心に、まあうんうん、あの周辺が中心になって、アングラはアングラで、例えば渋谷のあの、駅前でさ、うんうん、ずーっと土曜の昼間、フリースタイルやってたりとかさ、なんかその、アングラアングラでそういう動きもあるし、うん、なんかこう、まあみんなそこでもう一回ちょっと、その芯立て直さないとみたいな気持ちがあるんだかもね。うん。まあ、ここに来てね。頑張んなきゃいけませんね。そうだね。この番組始まって以来の真面目な時間だったかもしれないですよ、これ今。あ、ほんと。振り幅でけえ。すごいね、俺もね。さっきまでもう、マジアホな顔してたのに、今超真面目な顔してるもんね。どうしたら、どうしたらいいのかな。いや、でもそういう真面目な曲だってことだよね。うん。あのね、シングルあんま真面目な曲出したことなかったんだよね。あ、そう。シングルは不真面目な曲ばかり。DK とかさ。確かに、特にここのとこは割とそういうイメージがあったね。シングルは、ソロでやってからは、大体不真面目なんだよね。そうなんだよね、基本的には。意図的に例えばキングギドラとのカラーの違いとかってのあるでしょ、うん、それは、うんうん、それはまあもちろんあったはあったんだけど、うん、まあでもそんなことあの置いといても、うん、まあやることはやめとって、うん、そういう感じかな、うん、まああとそのなんかそのだからそういうまあ昔話じゃないけど、うん、まあ過去があるから今もあるということで、うん、あの俺らの名前なんかも出していただいて、いやいやいや、うん、ありがとうございます。いやいや、あの本当にね、なんかね、知らないじゃん、あの時にいなければわかんないし。意外とね。意外とそう、わかんないことがいっぱいあるから、うん、それがもったいないから、うん、それをなんかこう、もう、しょうがないけどさ、うん、なんか別な形で伝えたいよね。で、うんうん、俺はすげえ思ってて、ね。で、それを伝わんないと、うん、今の俺らがやってることも伝わんないのかな、とか思っちゃって。なるほど。だからその若い世代が今またフリースタイル自分たちでやろうぜってやってるようなのも、うん、まあ、その、なんていうかな、繋がってるんだよっていうのがね。うん、まあ、出すとかもちろんわかってると思うけど。なんか、俺とか例えばなんだっけ、アンヤコールじゃないけどさ、とか言ってさ、なんか、2階の、ゴールドの2階でさ、うん、俺そういえばこういうリリックができたんだよね、つって耳元でかましたりとかしてたじゃん。うん、ああ、やってたね、うん。そういうぐらいのさ、うん、なんていうのかな。もうそれを俺らが今やってもなんかわかんないけど、まあでも若い子たちはやってるんだと思うんだよ。そうそうそう。それをね、常にやっぱり、そういう気持ちをやっぱみんな全員リリースできるアーティストも大切にすべきっていうかさ、うん。まあそれがちゃんとこう繋がってるんだっていうかな。今やってる子も多分いるだろうし、うん、いるっていうか全然いっぱいいると思うんだけど、うん、それがちゃんとブリッジしてるっていうのをこう、このシングルで見せるみたいな感じかな。うん、そうだね。そうできたらいいなっていう。うん、ただガリアの Q みたいにさ、電話してきてさ、うん、こう、耳元でさ、うん、電話でキックってあれ困るよね。Q はね、一番変わんないかも。いまだにね、あの、フィーチャリングとかされたいんですけどって、まだ言ってるからね。うんうん、まだ言うか、お前みたいな。全然そうだね。いいことです、いいことです。うん。いや、そういうことです。そんな感じで。じゃあ、まずはちょっとさ、DJG のミックスタイム一発目行きたいんだけど、行ってみようよ。で、その後は、うん、あの、いろいろあの、ジブさんの結婚式話とか、またこれ、ずるずるのコーナーになってると思うんですけど、ずるずる、うん、まあ、今、ばっちり今いい話できたから、OK だと思います。じゃあ、ちょっと、なんか酒でもないかな。ということで、じゃあ、DJG 一発行ってみようか。カモン！チエバyou
stars. Be your star. Can't you see? You're the star. You're the star. Yes, you are. For we all belong. I'm gonna give you my life.
あやちゃん、ジブラさんは日本ヒップホップ界随一の子だくさんラッパーとして有名ですね。確かに多いな。確かに優しく厳しいいい親父なんでしょうね。男やもめばかりのライムスターの3人にジブラ先生から子供の良さをご教授お聞かせいただけると嬉しいです。あ、子供の良さね。子供は可愛いよ。可愛い。子はカスガイ。子はカスガイ。カスガイってそれ夫婦なんですよね。あ、そうか、うん、でもさ、ほら可愛いばっかりじゃないじゃないですか、子供は。あのね、いや大変だよ。大変でしょ。それは大変なんだけど、うん、でもやっぱりまずは可愛いだな。まだ可愛いね、うん。俺も弟に子供ができても、うん、あ、まあ確かにね、うんうん、でも一番上の子なんかもう相当でかいんじゃないですか。14歳だからね。14でしょ今もう。だってじゃあ俺が初体験した年だよ。あ、え、いや、どんな感じかなと。そんなラッパーは信用しませんよ、僕は。あ、すいません。それはいいんだけど、あ、そっか。はい。ちょっとね、この話あんまり引っ張ってるほど時間ないかもしれないけど。あ、そうか。うん、まあ、ちょっとラジオネーム、平野っ子、うん。歌の途中で声入れるのやめてくださいって言いました。入れます、入れます、入れます。Monday, Mike Tech, R-H-Y-M-E-S-T-E-R, King of Sage, yeah! Mother Music Records。朝日ビールから朝日新創刊中杯デューが新発売されました。朝日新創刊中杯デューはこれまでの中杯にはない全く新しい飲みやすさを実現した新スッキリ中杯です。朝日ビールがこれまで長年培った発酵技術や醸造のノウハウを生かした果実酒製法を採用、酵母で果汁を発酵させることで生まれるアルコールと炭酸ガスをそのまま生かして、従来の中杯にはない柔らかなアルコール感ときめの細かい気泡、そして滑らかな口当たりを実現しました。またアルコール感や苦味が少なく飲みやすい味わいです。デューは梅雨、雫という意味で、商品の持つみずみずしさや爽やかさを、さらに波やしぶきをモチーフにしたデザインでみずみずしさ、滑らかさを表現しています。ぜひ朝日新創刊中杯デューで、これまでの刺激系、果汁系の中杯とは一味違う口当たりが滑らかな新スッキリ感をお試しください。Yeah, Mother Music Records, Monday mic check. Rhyme says the man and the place to be. Mother Music Records. Mother Music Records, Monday mic check. Rhyme Star が東京 FM のアースギャラリーからが全国38曲を完全カバーして発信中。はい。なんだよ、難しい。やっぱ言えねえ。できないじゃん。1個しか言えなかった、今。ジブさんと次 MC やろうとしたら。まあそんなこんなで、子だくさん、ジブさんですけど。子だくさん、はい。ちょっと子供の話もたっぷり聞きたいんですが、はい、まずね、前からね、うん、結構、直後からね、この番組ではその話題を出してたんだけど、うん、ジブさんの例の結婚式があったじゃないですか。はい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 、結婚式っていうか、なんていうの、結婚。結婚、まあパーティー。結婚パーティー。まあでも式はあったことなかったか、まあ式。式か。うん、まああれいつだっけ、あれは、4月だね、2日。4月2日、うん、4月2日に、まあ、葉山の方で、はい、すごい綺麗なね、あの建物で、やりまして、はい、で、そこに僕らが行ったよ、ね、その次の回の放送で、はい、そこに行ったけど、うん、こんなひどい目にあったみたいな、そういう、散々盛り上がったよ。散々言ってるから。散々言ってるから、もう全然あれなんですけど、はい、まずね、その、はい、文句その1はですね、はい、ジブさんの方から、ジブさんというか、まあ、その、フューチャーショックかな、UBG かな、から、うんうん、全員タクシード来て来いっていう命令が来てさ、はい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 。で、タクシードなんか持ってないじゃないですか。うんうん、借りろってか、この野郎と。うん。うん、てめえ、この野郎金出してくれた、この野郎だな。で、はい、そしたらね、やっぱね、はい、D は真面目だから、うん、ちゃんとそれ守ってタクシード借りてさ、うん、着付けしっていうか、あれ来て、うん、そうだよ。ね、うん、行ったわけですよ。うん、で、まあ、うちに電話したんだもん。うん、さ、ぶっちゃけさ、みんな来てくるの、この野郎。すごい、すごい、みんな気にしてて。そう、はい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 、DJ オアシスもすごい気にしてて、はい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 、シロ君さ、どうするとか言って、いや、俺はまあ、多分自前のスーツとかで行きますよ、とか。でも、いいですか、坂上さん、親しいんだから、いつもあの、パーカーとジーンズでいいんじゃないですかとか俺、そそのかして、はい、したらね、あの人本当にパーカーとジーンズで来たんだ。本当にそうなんだよね。あの人だけ、半端ないすごい感じ。あれね、会が開いてからまだ電話来て、うん、みんなどんな格好してるってから俺嘘ついて、うん、意外とカジュアルですよ、とか言って。で、半端ない、もろはめられてる。で、オアシス来て、はい、で、あの格好だったから、うん、あんた非常識だよってね、その場になってから怒ったって話じゃないですか。で、D がせっかくね、うん、あれですよ、タクシード来て行ったらですよ。はい、ほとんどジブさんと僕ら会えなかったんですよ、ね。そうだよ。話もできないじゃん。あのね、うん、あれはね、だから俺思うのは、はい、俺、普
通さ、結婚式、披露宴とか、披露宴っていうわけじゃないけど、パーティーだけど、うん、披露宴とかだとさ、あそこに座ってんじゃん、ずっとなんか。そうだね。で、そこに人が来るじゃん。うんうん、で、なんかそれは俺なんだなと思って、そんなまあ、はい、女、どたんどん座って、こっち来いみたいな、なんかね、近い俺じゃないんだから、はいはいはい、こちらから行きますよ、ということで、はいはい、ひたすらいろんな、ま、みんなの周りを回ってたわけ。ね、でも来なかったよね、俺。いや、違うのよ。違う。それは、回ってるのに、その、多分、こう、ローテーションと、こう、見事に、ぐる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 、逆に回ったりした。すれ違い。俺たちが。うん。だって絶対、俺ら全部回ってるで、待てる。俺ね、なんかね、前を通り過ぎてくのは見たんだよね。あ、そう。あ、ジブさん、あ、お嫁さんとか思いながらこうね。あ、お嫁さん。あの、みたいな、ね。あのさ、やっぱさ、一番なんなのはさ、あのほら、まあ、しょうがないんだけどさ、うん、やっぱ親戚とかはさ、まあ、ね、写真撮っちゃうかったりしちゃうじゃん。まあ、しでしょ、でそ親戚が写真撮ってくれになっちゃうからさ。まあ、俺だけ一緒だったじゃん。あの、ケーキ入刀のあの時にさ、その時さ、俺一生懸命さ、あの、レンタル屋とか行ってさ、シード来てさ、来てんのにさ、来てたんだ、みたいな。言ったんだよ。いや、俺それはね、あのね、多分ね、だから、パッと見、どこにいるのか分かんなかったから。マジか。あのね、ちょっと待って、タクシードに関してね、俺はね、ちょっとね、その持論があって、はいはいはい、まあなんか俺らもいい年じゃん、うん、ね。で、いい年で、はい、実際俺ね、タクシードなんかの時に一回買ったら、うん、結構それから本当便利なわけよ。うん、まあ結婚式は、まあ確かにさ、あのさ、うん、お葬式には来ていけないけど、はい、あの結婚式多いし、うん、そうじゃない時にも、なんだったら着れるわけじゃん。うんうん、あ、はいはいはい、うん。で、そういうことも、はい、あるし、俺がチャンスを与えてやるよ。いや、じゃないけど。チャンスはいつもたった1回。1回。そんな感じで、まあ、DJ 豊かみたいな感じなの、うんうん。よくわかんないけど、まあ、そういうことなんだ。うんうん。そういうことなのか。そういうことだと思う。じゃあお前らも。せっかくだから買ったら。うるさい。うるさいよ。だってね、アコだって持ってたんだよ。え、なんでアポだってってなって。いや、アポはでも太っちゃって消えなくなっちゃったっていう話なんだけど。あ、そう。そう。あ、そう。アポも持ってなったら、じゃあみんな持ってていいんじゃないって話になって。いや、行こう。だからもう持ってるとアポに行くと。そうですか。まあそんなね。はい。あと2分でトークをまとめましょうっていうんで。どうまとめようか。無理だね。じゃあまず大事な話を先にしておこう。はい。まずじゃあさ、先に告知の方を先にしておこう。告知。うん。まずね、先週水曜、1日にシングルスイートドリーム、さっき聞いてもらった。スイートドリーム。ストリートドリーム。ストリートドリーム。松田聖子だよ。あ、それスイートメモリーか。まあいいや。ストリートドリームス。はい、ユーリズミックス。ユーリズミックス。ストリートドリームス。はい。がリリースされており。そしてさらに、今回先の話なんですけど、8月5日から7日に開催される神宮球場のヤクルトスワローズ戦の総合演奏担当。これまあ、これ別にこれだけじゃないんだけど、あの、神宮今。この3日間は、特殊だよっていう話なんだよね。あの、今、神宮球場で要するにスワローズ戦は必ずジブさんの何らかの演出が入ってるんだよね、そう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 。でも、この、5日から7日はジブさん自ら出てきてなんかやるってこと？なんかやるね。なんかやる。なんかやる。何かやる？よくわかんないんだけど、このカジュアルな仕事依頼。あ、すいません、電波上での。あ、すいません、すいません。この、総合演出を担当ってのは別にどっちが勝つとか決めとくとかそういうことじゃないんですよね。あ、まあね。ここで点数が入るから。あのね、ほんとね、いつも思うのはね、あそこでこう見てるとね、こう、カートリッジっていうかあの、ファミコンじゃないけど、こう、なんかジョイスティック。動かしたい欲しいジョイスティック欲しいとかマジ思うよ。動かしてとか。あー、もうチェンジチェンジとか。チェンジチェンジって。それ、野球勝手にチェンジしちゃダメだけどさ。バッター。うん、こんな人がやってて大丈夫だろう。大丈夫なんでしょうか。ね、いや、まあ。こういう人がやるからいいんじゃない？いいのかな、うん、今、首位だからやってると。あ、じゃあ、あれね、UBC か。俺も、もう半端ないです。ジグラフ。俺も、ビールかけかっていう。あ、でも参加かもね。参加したいんだけど。参加したいぐらい。そしてね、あと大事な話。俺が毎週見てるあのドラマもね、皆さんチェックしてほしいですよ。ですね、15歳の。うるさんなぁ。そうそうそう。フジテレビでやってますよ。毎週水曜深夜1時28分から30分。もうあと1回だよ、最終回ね。そうそう、もう、あと1回だね。先週はね、俺が見たところではね、ジブさんが、岩佐真由子とお風呂に入ってるところで終わってない。あー、そこが。そこだけ言うとどういう話だすごい話だと思っちゃうな。とにかくジェラったということですね。ジェラったということです。じゃあ、岩佐真由子とお風呂に入っているシーンを思い浮かべながら聞いてほしいっていう、その主題歌の方を、はい。今日紹介してください。ワオって。Wildin', wildin', wildin'.
City 君の耳向けての君のレディー Yeah これが GPR さみんなハローバック灰色の空睨み羽ばたく Why the shit 君にデザイナーシーツ Finest dream 助手席にパーフェクトクリーン The number one player 足元のヘイター続きこれにこのフェイスは来れるわけねえかまだ分かってねえなさこい連中はガンクな関係ねえな悪いがこっちは散歩さ誰も未開の地向けてガンとバス今日も新天地開拓に余念なし泣き寝入りだけは絶対ごめんだ俺はやると決めたら絶対やるぜこじつけりゃあたなんとかなるぜ諦めろだってふざけんなやばいクズガキやなんかと比べんなまさになぜしコンペア拒むオンエアただひたすら突き進むコンペアまたも新たなヒップホップ概念てめえの外見だけじゃなく内面まで味覚体験今ここに体験欠かさねえぜストリートサービスストリートアーティストマイク持つパーティーもちろんこいつ全てフリービジュアライザーのパンチラン受けてみてかヒッティアンディに浮かぶ感じに常にバンディに斬新にファンキーに Yeah それが俺のモット中途半端ならやめないガキのここおままことじゃねえんだぜ冗談じゃねえ俺は人生毎日が本番だね常にどんなアクションだって命綱なしてめえを信じて気持ちぶ流し五感とギスマシ乗るように俺の言葉に神が宿るように今日も派手にワールデンヤバめファーミンぶちかまず今が絶好のタイミングマザーミュージックレコーズマンデーマイクチェック。今日はゲストにジグラーをお迎えしてお送りしてまいりましたが、もうあっという間終わりなんだよ。あっという間だね。あのね、まあ、D もさっき言ってたけど、やっぱジグさんと話してると切り口がいっぱいありすぎんだよね。うん、そうだね。どのネタもいける？ヒップホップの話もあるし、うん、バカ話もあり、うん、あとはなんでしょうね、そのジグさんから俺たちに対するこう、うん、人生の教訓、うん、みたいな。あ、いやいや、俺が聞きたいところなんだけどね。あと KW の話とか、ね。あと KW の話とか。それはまあ、このオフマイクで。オフマイクで。いや、KW の話もまた面白いんだけどね。うん、まあいろいろ話は聞きたいんですが、はい、あっという間に終わってしまいました。メールも全然読めなかったね。なんかでも最後に一発ぐらいちょっと面白かった。じゃあ、ファンファンファンマイク？あ、一発じゃん。一発行こう。一発のこのさ、質問ボックスから。質問ボックス。一個質問ボックス行きましょう。聞いてください。これ引いてね。質問、あ、ワンワン来る。これよ、来た。最後の最後。ジャンル問わず、最近気になるミュージシャンは？ジャンル問わず最近気になるミュージシャンは、ジグさんに対する質問。まあ、割と普通のね。あ、一個決めてんだよね。はい、日本に関してはね、大地くん頑張れって感じ。三浦大地くん。はい。大地くん頑張れ。いいよね。大地くんが頑張ればね、世界は明るいよ。あ、素晴らしい。俺はそう思ってる。素晴らしい、うん。ありがとうございます。はい。という、割ともうちょっと、砕けた質問が来るかと思ったら、割と、ちゃんとしたやつでしょ。もう一個ぐらい、もう一個。はい。俺今中に入れちゃったから、面白いんだけど。それはそれで面白いよね。ストレートな質問で申し訳ありませんが、ジブラさんの夢は俺の夢か。ジブさん夢多そうだもんね。俺の夢はでもね、うん、俺と同じように、ヒップホップを、みんなが、若いやつが、感じれるようになってくれること。ああ。ガキの頃からずっと、だから、わかんないけど、うん俺ら世代ぐらいの奴らが分かってたぐらいに。まあ分かんない。長いよ。この話は長いね。うん、そういうこと、うん。ということでじゃあ、まあとにかくジブさんはまたあのことは、例えばアルバムとか出した時でも、うん、またゆっくり、呼んでもらって。うん、まあ実際ラジオに関してはね、東京 FM、うん、ラジオに関しては先輩ですから。ていうかね、多分ね、この番組があるから俺にもう話は来ないんだよね。いや絶対そう。今日確信した、そういえば。そんな、これ、うん、それを確信した。1年過ぎたっていうこと、あ、もう一個クール入っちゃったから、ちくしょうみたいな。だからまあ、呼んで。呼びます。クール。呼ばれなくても来よう。ラストのラストに嫌な空気を流してくれたジグラーでしたということでまた来週、マンデーマイクチェックマッチ。この場所、2003年7月8日現在、その場所からも見えるかい名前だ。